どうも、クイキです。そして、シロジムのショウヤです。おいはい、トウヤくんからね、ちょっとイケメン筋肉ガイになりまして。ありがとうございます。はい、どうすか、最近。最近、うん、いや、まあちょうどね、ユニオンのイベントもイベントね、あったので、うんうん、すごい僕は濃い週末というか、この数日を過ごしております。うん、すごいよね、あの大月巻さんと一緒のステージに立って、こう一緒にできたって光栄なことなんですけども、はい、それも全てやっぱワンピースが繋いだ縁だと思うんですよ。はい。まあ人を繋ぐっていう意味では、もう本当に偉大な作品ですよね、ワンピースはね。ね、そんな偉大なワンピースの魅力の一つって何だと思います？やっぱストーリーというか、うん、まあ、伏線も含めた、うん、こう壮大なスケールの物語、うんうん、そう、そうなんですよ、はい、やっぱ伏線そして回収、はい、これができた瞬間にめっちゃ僕たちはそうだったんだって驚きがすごいじゃないですか、はい、じゃあそんなたくさんの伏線、まあ、僕たちもたくさん取り扱いましたよ、うんうん、でね、この前、うん、ワンピースマニア仲間で集まって、はい、こんな展開になるんじゃないかって予想をやったんですよね、はい、まあ、例えば僕だったら9つの影っていうのがワノ国で、まあ、キーワードとして出てくるんですけども、うん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 、実はその赤座や9人男とか、はい、ルーキーたちが集まって9人になるんじゃないかって言われたんだけど、僕はルフィが実は9人存在するんじゃないかみたいな説を言ったんですよ、はい、そしたら見事にトナワキアルカって叩かれまして、でも小田先生で僕たちの予想の上を行くんですよ、いつも。まあ確かにね、そうだから、ちょっとぶっ飛んだぐらいの考察、はい、発想じゃなかったらなかなかそういうたどり着けないと思ってるんですよ、うんうんうん、だから今日翔也くんには今分かっているワンピースの物語の条件はこれ無視しちゃダメです、はい、この中でこういう考察あるんだっていうちょっとぶっ飛んだようなね面白い考察を2つ用意してもらったんで披露してもらいます、はい、じゃあ1個目からどうぞ。ぶっ飛んだやつですよね。はい、はい、まずちょっと、はい、ちゃんとね、根拠なかったらダメですよ。根拠あったらあかん。根拠はなかったらダメですよ。あ、なかったらダメ。そう、ルフィが9人いるとか言ったらダメですよ。根拠ないですもんね。はい、はい、まあもう僕もいろいろ考えたんですけど、うん、あんまり考察苦手なんですが、はい、なんかぶっ飛んだってなったら、うん、僕ね、あのナミいるじゃないですか。ナミさん、はい、小池さん大好きなナミさんね。あのナミさん、はい、まあナミの考察ってめちゃくちゃ出てると思うんですよ。そうね、もうなんかエースの実は双子じゃないかとか、王女じゃないかとか、うん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 、実はウラヌスじゃないかとかね、はい、めちゃくちゃ出てるじゃないですか、うん、なんか僕まああんまりその考察見ないんですけど、はい、僕が考える考察で言うとナミの夢って何ですか？言ったらもう世界の地図を作っちゃうみたいなね、じゃないですか、うん、でも世界ってめちゃくちゃ広いですね。ワンピースの世界の地図ってなったら4つの海と、うん、まあ、グランドライン新世界とか、うんうん、でまだ書かれてないこうロードスター島のあたりとかこうラフテルとかもまだ書けてないわけですよ。でもナミは世界中の地図を書くって明言してるってことは、うんうん、絶対に叶えるんですよ。ナミ叶えます ね、 ね、うん、僕もそのために同行しようと思ってもね。ね、うん、うん、今日あれやね、あの東洋が悪いから俺どんどんボケてくから突っ込んでもらうと困るよ、お前。いや、俺ツッコミなの。そうそうそう。でね、ナミってもともとイーストブルーにいたんですよ。はいはい、そうですよね。の、うん、アーロンパークで囲われてたわけですよ、アーロンにね。地図をもう小さい頃から書かされ続けてて、測量室で。で、そこで、あの地図の量見ました？あの地図の量。見たよ。あれ、やばいじゃないですか。やばい。それアーロン自分で切り鉢で切り刻んでたんですけど、あそこでね。まあ、アホやなと思ったんですけど、あそこの地図って、おそらくめちゃくちゃ貴重なんですよ。あー、まあ、海図というか。だって、地図とか海図って、めちゃくちゃ価値あるんやろ。めちゃくちゃあるんですよ。ねえ、それと並んでその航海日誌とか自分が行ったことない海なんて、うん、特にもうグランドライフ入ったら分かんないわけです。もうデタラメなんで。だからそういうなんか情報っていうだけでも相当価値あるよな、あの世界は。そうなんです、うん、でね、なんでまずアーロンがイーストブルーにおるかって理由覚えてます、うん、でも逃げてきない。ジンベイがお前もここにおれみたいな感じで、うん、もう追い出してるわけじゃないですか。そう、でなんか辺境の地に行ってね、自分だけのテーマパーク作んでウェイみたいな。そうそうそう。結局ね、うん、田舎のヤンキーみたいななっちゃったんですけど。そうそうそう、まさにそれね。もともとアーロンは魚人島にいたわけですよ。そうそうそう。要は新世界にも行けてたし、うん、グランドラインにも行けてたわけなんですよ、うん、そんなやつがね、子供に貝塚かせてますよ。なるほど、ちょっと見えてきた。わかります、うん、言ったらアーロンの方が絶対詳しいんですよ。確かに 100% 魚人やしね、うんうん、経験もあるしな。そうそう、うん、ある程度強いし、うん、それこそフィッシャータイガーといたし。そうやな、実力もあるし、その辺の海のことは絶対分かってるんですよ。確かに、だって魚人海賊なんですよ、長いことな。そうそうそう、やってたわけだから。そうなんですよ、うん、のアーロンがわざわざ子供にあんだけイーストブルー
の地図描かせるっていうこと自体、うん、ちょっとおかしいんですよ。めっちゃロリコンやったら分かんないですけどね。でも理由を与えてとりあえず囲っときたいみたいな。そう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 。でナミはちゃんとまあ条件があったにもかかわらず、うん、ちゃんと書いて、うん、でもアーロンパークがルフィに潰されました。はいはいはい。で今アーロンパークもない状態だと思うんですけども、うんうん、あの回復どこ行ったんって話なんですよ。うん、別に燃やしたわけじゃないんですよ。あれ切り刻まれたっていう。そうけどちゃんと残ってる部分は絶対あるし、うん、で崩壊しただけなんで、うん、絶対に変えずって残ってるんですよあの辺に。ああなるほどね、うん、燃えたわけじゃないっていうことね。そう、うん、だって沈没船ってこうサルベージしたらなんか物残ってたりするじゃないですか、うん、海の中でもね。そう実際にあったよね。あったじゃないですか、うん、ってことはまだ絶対にあそこの小林村には、うん、ナミの書いた地図は残ってるんですよ、うん、どこかしらに瓦礫の下とかに。ああ小林村博物館とかに飾ってるかもしれないな。そう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 なんですよ、うんうん、ナミの地とかね。地とかこの村を救った英雄の地みたいな。そう現像の風車とかも飾ってるんですよ多分ね。え風車もあれ飾ってるんですよ。なるほど。で、うん、そうなった時に、うん、絶対アーロンは、うん、ナミがただ地図が描けるやつっていうだけじゃなくて、うん、絶対何かしらをこいつ可能性あるなっていうのを分かってたはずなんですよ、うん、ああなるほどね。ってことはもうナミはただの後悔してなくて本当にすごいやつっていうのが仲間じゃなくてそういう敵とか世間にバレてるんですよ実は、うん、なるほど。ってことはですよナミは今後世界政府に絶対狙われるんですよ。なるほど。はい。なので結論から言うと、はい、ナミ死にます。ええ言っちゃいますけど、うんうんうん、ナミ死ぬんです。まあ、なぜかっていうとそんなすごいナミの海図を世界政府がほっとくわけないですよ、うんうんうん、絶対ナミがどこに住んでて何をしてたかっていうのは絶対情報で調べられるんで、うんうんうん、CP0 が絶対にイーストブルーに来てなんなら小屋市村をとにかく探してその海図を回収しに行くんですよ。俺ちょっと今ゾッとしてる。ちょっと途中までは何言ってんだみたいなことをちょっと思ってたんですけど。思ってたんや、うん、ロビンとかも狙われるじゃないですか、うん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 、悪魔のことしてね。ポーネグリフだって読めるんだから、はい、それはもう敵側からも海軍からも狙われるっていうのは、はい、分かりやすい条件。ナミって言ったら普通の子っていう感じやから、うんうんうん、別に戦闘力がバリクソ高いわけでもないし、うん、まあ四季とかね、その一流の海賊とかは分かるじゃん。その天候を読めるみたいなことがすごい大事に思うのは分かるんやけど、はい、それ以外っていうのは失礼なんやけど、うん、あんまり別に普通かなと思ったんやけど、うん、実はその海図を地図を描ける能力って後々響いてくるってことでしょ。そう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 、そういうことなんですよ。だから CP0 とかがここやし村行って、うん、その資料とかペラッてめくった時に、はい、こいつはまずいみたいなセリフが書かれてた。あそう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 。でレビリーのね2週間で、うん、次に消すものは誰ですかみたいなセリフがあったじゃないですか。おそらくみんなこうルフィやったりとかこうビビやったりとか、うん、白星黒ひげとか見てたりするからね。こう手配みたいな黒ひげかなと思ったけど、うん、実はナミの手配も持ってるんですよ。見えてないだけで、見えてないだけで怖っ。そうなんや。ナミ消されるんですよだから。へえ、めちゃくちゃ新しくないその説。だってさ、ナミって言ってさっきも最初言ったんだけど、うん、ウラヌスじゃないかとかね、反対でアンとか、うん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 、だからエースの双子とかって言われるんだけど、はい、すごく一味にとって重要、世界にとって重要人物でなるっていう考察してる人いないと思うんですよ。すごいと思うそれは。いろんな説あるけど、うん、別にそうかもしれないじゃないですか、うんうん、けど僕が今思ってるのは全部事実しか言ってないことを並べて、うんうん、そうなんちゃうかなと思ってます、うん、なるほど。それこそまあさっきチラッと言いましたけど、その映画でね、うん、四季もナミを奪おうとしてたんです、うんうん、四季もだって伝説の海賊ですよ。そうよ。そこまでいろいろ知ってるのにやっぱり天候のことでっていうことやけど、ナミを奪おうとしてるんで、うんうん、絶対ナミっていうのは世界政府的にも絶対重要視される人であろうというので、ナミは狙われて殺されて、あ死ぬことはもう確定なんですか。そうなんですよ。一味全員揃ってラフテルワーイハッピーエンドはない。笑ってたとか無理、もう笑えないですもん。何笑とんねん。なるほど。笑えないです。おーでも面白かった、はい、まあぶっ飛びっつってもねちゃんと根拠立てたものなんでゾクッてしたよみんなね。波の説がいっぱいある中での僕はリアルに考えた、まあ、大げさに考えたら、まあ、そうちゃうかなっていう、うん、まあ、僕はまたルフィがイーストボールに戻ってくるエピソードが今後あると思ってるタイプの人間なんで、うん、その時に波の崩壊術とその時の海図っていうものがなんかを引いてきたらいいですよね。そうなんですよ。なるほどね。ラクテルめんどくさいし生き方なんで4つ集めていかなあかんねこのご時世で。このご時世で別に向こうの世界コロナじゃないんで。あ、違います。うん、大丈夫、うん、でも波がラクテルも地図かけたら、うん、もういけるんですよすぐ。ほんまやん。集めにいいんですよ。もういつでもラクテルツアーとかできるんですよ。ツアー向こうでね、うん、すげえ JTB 感のせい。そう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 、だからそういうツアーもしたいんですよ。観光資源みたいなものを考えてるんですか。あ、そう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 、まあ、もうそれはもうね取り締まってるだけじゃやっぱ飯食っていけないんで
観光業とかもいろいろね、海に出てる人なんてもう少ないですよ陸地におる人の方が多いんやから、どう考えても。なるほど。そうそうそう、はいはいはい、だから海列車とかもできてるんですよ。なるほど、海列車でラフトできるんですよ後々。それはサムネにしたい海列車でラプテルに行けた。いけるんですよ。だから波いたらできるんですよ。それぐらいワンピース上での地図航海士っていうのはめちゃくちゃ重要なポジションなんですよ。なるほど、はい、いやすごかった。全然期待しなかったんですけど、すごかった、はい、じゃあ2つ目お願いします。2つ目、はい、まあ、これ言った後にあれなんですけど、はい、もうさっき言います、ワポルが世界を征服します。ちょっとそれは言い過ぎちゃいますか。いやいやいや、はい、僕ぶっ飛んでるんで、はい、ワポル覚えてますか。いやもちろんドラム島のね、はい、まあ、ボスですよね。そう、もともとドラム王国で国王をやってた、まあ、ワポルなんですけど、うん、彼の悪魔の実の能力っていうのがバクバクの実、何でも食べれて、しかもそれを自分の体で変形できたりとか、うん、逆にこう痩せたりもできるような、まあ、便利な悪魔の実だよねなんですけど、うん、あいつめちゃくちゃ悪いんですよ。悪いよね。悪ブラックドラム王国とか作るでしょ。そうでね、一回追放されてるんですよ、国内をね。でまたどんな面して帰ってくるんかなと思ったら、めっちゃ悪い顔して戻ってきたんですよね、うんうんうん、でまた復刻や言ってやったけど、結局ルフィにやられて飛ばされましたと、うん、はい、本来ならこれでもワポル終わりです。そうよ、終了なんですけど、まさかのあいつ鬼のメンタルなんで、はいはい、戻ってきよったんですよで今まさにまた国王になってるわけなんですよ。そうよね、だって世界政府加盟国だよね。そうなんですよ、レベリー出てるんですよ。すごいよな、どう吊る下げてビビとかさ桜王国とかの人たちに会えるのって思うよね。そうなんですよ、うん、もう普通会いたくないっすよ。会いたくないよね、絶対に。俺絶対会いたくないもん、うん、今日あいつね、まあ母言って会いに来るんですよ自分から。しかもお父さんは元気かみたいな、元気じゃなかったから言ったんだけどなみたいな鬼性格悪いんですよで、ああいう性格なんですけど、国王を2回やってるってことは、うん、少なからずね、何かしらカリスマ性があるんですよ。なるほどな。絶対に、クズは絶対に上には立てないんですよ、人ついてこないし、はい、けど、国王になってる実績が2回あるってことは、あいつすごいんですよ。なるほど。しかもなんか自分の能力を誰よりうまく使ってる説あるよね。そうね、マポンメタルって新しい金属みたいなの発明してさ、そうそう、しかもそれをちゃんと商売としてお金に変える力もあるんです。そうなんですよ、すごいね、経営の能力あるんですよ、あいつがね、うんうんうん。で、そのカリスマ性っていうのだけでは僕は世界を取れないんですよ。ああ、なるほど、うん、けど、あいつバクバクの実っていう能力、あれはまだ覚醒も秘めてるわけなんですよね、はいはいはい、悪魔の実の覚醒っていうのは、うん、まだそれは覚醒はしてないと思うんですけど、バクバクって食べる食なんですよね、うん、衣食住の食なんですよ。はい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 、あいつ食の能力を一つ持ってるんですよ。で、僕が考えるには、バクバクを使って覚醒とか使ったら世の中の食をね、あいつはコントロールできると僕は思ってるんですよ。トリコみたいな展開なんだけど、まあ、トリコなんですよ、あいつ。え？トリコなんですよ。はい、フルコースみたいな。なるほど、ワポルのフルコースがあるんですよ。すごいよ。でね、どういうことかって言ったら、あいつはいずれ食の王になりますよ、食王になります、あいつ食王になるんですよ。あいつ何でも食うじゃないですか、剣でも食うし船でも食うし何でも食うんですけど、あいつ美食家になるんですよね。いや、トリコや、フルコースがあるんですよでもほんまにどん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 ね、食の質にこだわっていくと、うんうんうん、で体の一部にできるんですよ。大砲食ったら自分の手を大砲にしたりとかってあるじゃないですか。けど食ってすごい人にとっては大事なんで、そうよ、こだわればこだわるほどあいつ絶対具現化できるんですよ。へー、例えば良質なタンパク質を取るとかね、うんうんうん、良質な脂質を取るとかなってきたら、うんうん、スリムワポール見てもらったら分かると思う、はいはい、あいつちゃんとああやって今は太ってるけど、うんうん、めちゃめちゃええ肉体にできるんですよ、あいつは、うんうんうん、自分の意思次第で美食家になって、なんなら覚醒で世の中の食材をコントロールできるようになって、人は食べ物がなくなったらどうしても生きていけません、うんうん、ルフィもエネルギー不足になって戦えませんと。ルフィなんか特にちゃう。そうなんですよ、エネルギー使うじゃないですか、強いやつらってね、バカほど食うしバカほど飲むし、そんなやつらが食を失った時、うん、誰も戦えないんですよ。ワポル一人勝ちなんですよ。なるほど、もしくは今の世の中にいるクククの実の誰かとか。そう食の能力って舐めたらダメなんですよ、うん、なのでワポルがちゃんとした能力の使い方をして、能力をバクバクの実を覚醒させると、うん、世界の人たちの食材もなくなるし。すごいよね、だって戦国時代とかさ、よくやるテクニック技、うん、はい、戦略に兵糧攻めってあるもんね。そう、ちゃんとね、キングダム見ててね、僕それを思ったんですよ、うん、行を攻めるときやっぱりね。そう、行な、行を攻めたときはもう食べ物がないんですよ、もうやばいっていうかとかね。そう、もう死ぬって時に来てくれたんですよ、うん、助けてくれたんですよ。それぐらいやっぱり兵糧食べ物って大事なんで、ワポルは自分でまだ気づいてないかもしれないですけど、ワポメタルとかそういう合金でなんとか商売として成り立ってるんですけど、なるほど、もっと食で攻めた方がいいよ見てるかワポル食で攻めた方がいい、うん、食で攻めた方がええぞ、うん、お前は。なるほど、絶対に、うん、そう、うん、そう
何そうそうなんなるほどね。ナミは死ぬし、ワポルが食王になってプルコース作りました。そういうことなん。そうです。へえ。え先にワポル言った方が良かったですね。いや大丈夫です。うん、もうこの辺も主張されてないと思うんで、はい面白かったです、はい。まあ、ぶっ飛んだ考察っていうのもね、たまにはいいですよね、こういうのもね。いやもう言ってたらどん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 出てきますね。ね、でもナミちゃんだってそういうことが描かれていないじゃん。重要になっていくみたいなことが表だって書かれてないんでね、うんうん。でワポルだって意外ともう扉絵とかレベリーでもう活躍終わっちゃってるかなって思いがちやん、はい。もうワポルメダル作っちゃったし、うんうん、その2人が今後また物語で重要になってくるかもっていうのは頭の片隅に置いとくと面白くなりそうですよね、はい。というわけで今日ゲストに来てくれた翔也くんのチャンネルも概要欄貼ってますので、ぜひ見に行ってチャンネル登録してあげてくださいませ。お願いします。はい、翔也くんの方のチャンネルではこの間やったイベントユニオン、はい、ガヤフェスの感想とかをめちゃくちゃ僕は熱く語ってます。はい、見に来てください。よろしくお願いします。それでは高評価とチャンネル登録お願いします。バイ。小屋ちゃんクルーに春一番楽しみいっぱい動画全開、クルーのみんなで盛り上げて、 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋キーチャンネル。